おはようございます。10月20日土曜日です。で、今ね、まだちょっと朝早いんですけど、6時7分。早いもので横浜から帰ってね、1週間が経過しました。で、今日は、朝から、丸亀競技場で開催される、香川県の中学校の、新人大会のお手伝いです。で、朝ね、ちょっと7時半までに競技場行かなきゃダメなので、ちょっと早いですが、今から行きたいと思います。今日撮ってるこのね、カメラですが、GoPro の Hero 7です。一日ね、この GoPro だけで撮影してみたいと思います。それでは、行ってきます。じゃん。朝まだ食べてないので、いつものごとく、朝マックしてきます。ちなみにね、今、GoPro 片手で手持ちしてます。668、はい、どれにください。ホットブラックで、はい、ポイント払いで、ポテトはね、まだ来てませんが、先にコーヒーいただきます。もう絶対暑いんだろうな。あっち、まだコーヒーがね、少し残ってるんですが、ちょっと時間がないので飲みながら行きます。じゃあ再び出発します。丸亀競技場のピカラスタジアムに到着しました。7時半までに集合だったんですけど、結構余裕で間に合いました。じゃあ行ってきます。これね、 GoPro のシーカーに今、左のね、肩口のところにマウントして歩いてます。今日は、香川県の中学校新人陸上競技大会です。天気も良さそうなんで、好記録がね、出ることを期待したいです。おお、眩しい。この競技場ね、結構大きいですよ。まあね、さすがに横浜とかとね、比べちゃうとあれなんですけど、規模としてはね、かなり大きいです。サブトラックの方にね、移動します。ちょうどね、この裏口から出るとね、すぐ隣接してサブトラックがあります。
まだちょっとね早いんで選手が少なめですね。はい、じゃあ今日ね夕方まで1日、頑張ってきます。競技終了しました。ね、今、17時26分。いやー結構ね疲れましたね。まあ、日中はねこう日差しがある時は結構ぬくかったんですけど、途中ね午後から陰ってきて、で風が結構強かったんでね、かなり寒かったです。はい、じゃあ今から自宅戻りたいと思います。自宅まで戻ってきました。いやもうね一日立ち仕事だったんで、すごくね疲れました。で天気はねすごく良かったんですけど、途中からねやっぱり、陰ってくるともう風もねあったこともあって、すごくね寒かったです。で自宅戻ってきたらねこんなものが届いてたので、ちょっとね開封したいと思います。まずねこれ、じゃん、ピークデザインのキャプチャーですね。V3、第3世代になります。それともう一つ、じゃん。取り付ける、これは、スタンダードプレートですね。このね、キャプチャーにカチャッとこう取り付ける方のプレートになります。これね、バラ売りじゃなくてね、セットになった、タイプもあるんですけど、最初ね、そっち注文したら、なんかメーカーの方がもう在庫切れで、いつ入荷になるかわからないということで、一旦そっちがね、キャンセルになって、これね、バラ売りで購入しました。バラ売りだと、500円ぐらい高かったのかな。まあでも結局ね、クーポン持ってたんで、セットで買うのとね、価格は変わりませんでした。じゃあ早速ね、開封したいと思います。まあ、こんな感じですね。てか、このままは出ないのかな。これねケースついてるんですけど、まあ実際使わないですね。であとこのケースの中に、長さの違うビスと、あ、ちゃんと六角もついてる。六角とあとまあステッカーね、とあと、このプレートですね。以前のね、バージョン2も持ってたんですけど、かなりサイズが小さくなってますね。でね、見た目にすごくシンプル、になってます。あ、ブラックかっこいいな。はい、じゃあ続いて、こっちのね、スタンダードプレートの方も上げていきます。これも、ここか。こっちにも六角がついてますね。まあ、カメラのね、三脚部分等に取り付けるプレートになってます。六角ネジ。で、要は、このキャプチャーに、このね、プレートが、こういう感じで、カチャンと、こう、はまって固定するっていうような商品です。外すときは、このロック解除ボタン、これ押したら、こう、スワッと抜ける。なんか、滑りも前のバージョンより良くなってる気がしますね。あとね、色が確かね、シルバーもあったはずです。なんか2色、ブラックとシルバーの2色タイプです。で、まあこれはね、何に使うかというと、この間ね、まあご紹介した、これですね。このマウント、まあこの間取り付けしたんですけど、まあここにね、使おうかと思ってます。実際にね、これプレート装着してみました。まあこういう感じで、わかるかな。まあこういう感じでね、ちょっとGoPro の、
他のパーツを組み合わせてね、取り付けしてみました。これ一応ね専用の、POV のキットもあるんですけど、もう結局ねそれ買ってもねほとんど変わらないと思います。これねこうカチャンと、こういう感じで、固定します。まあ、実際ちょっとカメラつけてみましょうか。まあ、これね、G9 Pro なんですけど、後ろにね、クイックシュー、まあ、取り付けしてるんで、ここでまずこうカチャンと取り付けして、で、あとは、まあ、ザック等にね、取り付けしたこのキャプチャーに、こう、カチャンと、まあ、こういう感じでね、取り付けして、固定します。まあ、結構ね便利じゃないですかね。で軽くなったのがすごくこれいいですね。前の結構ちょっと重かったんですよね。まあ、今日はね本当もう一日疲れたんで、まあ、この後ちょっとねゆっくり、飲みながらね、体休めたいと思います。明日は日曜日なんですが朝から仕事です。今回のね動画はじゃあこの辺りで終わりたいと思います。またぜひねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。